お疲れ様です。課題エンジンです。プラグに火花が飛ばない、ズークの修理なんですが、まずカウルを外して、原因をちょっと探っていこうかなと思います。で、火花が散らないということなんで、コイル、CDI、ピックアップあたりが怪しいんじゃないかなと思っています。で、ヘッドライトが点灯するので、ジェネレーターは発電していると思います。交流の電気は、流れていると思うので、とりあえずジェネレーターも含めて、確認します。で、これがね、ズークの方のエンジンなんですが、一応ね、最悪わからない場合、エンジンスワップもとも思って、タクト、同じ型のタクトを用意しています。で、これがズークのエンジンマウント、エンジンハンガーですね。で、エンジンハンガーの取り付け位置がズークの場合はクランクより前側、この位置ですね。このエキマニの奥にあるクランク軸より前についています、エンジンハンガーが。で、こっちがね、部品取りのタクトなんですが、後ろタイホイールが12インチになってますね。で、エンジンはね、縦型のエンジンで、よく似ています。一応型番は同じなんですが、こうして見ていくと、エンジンハンガーの取り付け位置がクランクケースのね、真下についているんですね。で、これクランクケースの前側にセル付きなんで、セルのね、モーターが前側にあります。で、この関係で、クランクの前側、ズークと同じ位置にハンガーがついてないんじゃないのかと思います。で、これを無理に乗せようと思うと、エンジンハンガーからワンオフで作り替えて、で、乗せるようになると思うんですね。そんなに難しい作業ではないと思うんですが、そこまでやるんだったらね、ジョグとかね、ホンダはジョグかな、ああいう風なね、よく走るタイプとか、あと逆に、この年代の2サイクルスクーターなんですが、今のジョルノとか、ああいう静かなね、4サイクルの 50cc エンジンを積んだりとか、水冷式のね。で、そういう風なことした方が面白いかなとも思っています。じゃあ早速、この前作った室内ガレージで作業していきます。とりあえずね、ピックアップを外して点検してみます。まずマフラーですね。まずマフラーを取り外します。これここにあるとちょっと邪魔になるので、とりあえずマフラーを取り外します。ちょっと狭いんですが、スパナでね、丁寧に外していくと、外れます。外れますね。はい、こんな感じでね。で、このガスケットね、よくなくなるので、これ、落とさないように確認します。で、次、冷却のダクトを外していきます。これ、強制空冷なので、強制空冷のね、風を、シリンダーに、持っていくダクトですね。これを外すと、フライホイールが見えます。ジェネレーターのカバーですね。で、これにね、冷却のこのシロッコファーみたいなのがついているんで、これも取り外します。するとね、この、フライホイールが見えてきます。これ、ジェネレーターカバーっていうのかな。で、このジェネレーターのカバー、このフライホイールに、ピックアップのこの出っ張りがあって、で、その出っ張りをこのピックアップで、信号として検出する仕組みです。で、これがこの下側についています。ネジは2本ですね。で、上側のとこでこう配線がカプラーの部分にギボシでね、くっついているんで、このギボシを外して、で、水切りのグロメットを引き抜いたらピックアップが外れます。こんな感じで、はい、ここだろうと思っても外してしまったんですが、一回点検しとった方がいいかなという気はします。ちょっとね、仮付けして、で、ピックアップちゃんと動くかどうか確認してみようと思います。これ簡単なんで、BP センサーをつけて、キックすれば、点検できます。で、これね、ちょっとね、動画映しきれなかったんですが、信号がね、出てるんですよね。なので、ピックアップ悪くないんじゃないかっていう感じなんで、他の部分を点検していこうと思います。
イグニッションの確認ですね。この黒と赤線が、直流 12V、DC12 の出力になります。この部分の確認です。赤い方のね、これダイオードだけ、点滅しています。これは交流じゃない直流の電気ですね。ちゃんと電気は出てます。で、各部チェックしていくんですが、コイルに、行く電気ね、これちゃんと電気来てるんですよね、キックすると。今これね、ピックアップは仮止めの状態で、回しているんですが、ちゃんと電気来てます。ちゃんと電気来ているようです。で、なので、これで電気つかないとおかしいんですが、プラグをね、差し込んでみて、これでキックするんですが、なぜか火花が飛ばないと。なぜか火花が飛びません。で、これをちょっと原因がわからないので、プロの、整備士をちょっと、うちへちょっと来てもらいまして、で、相談していたんですが、まあ、とりあえずコイルの確認をしてみようということで、チャイナカーブの新品のコイルとプラグコード、これをちょっと、持ってきまして、仮にこれに仮付けして、火花が散るかどうか、これを確認してみようと思っています。ちょっとねギボスの口が違うんで無理やり、差し込むような感じなんですが、まあ意味は一緒なんでこれで、つくはずです。で、コイルのアース自体が株の場合はこれボディアースするようになっているんで、一応アースで戻すようにはなっているんですが、ボディアースも、ここでねこれボディアースになっているんで、この方法の、コイルでも確認してみます、ね、これで火花が散るのじゃないのかなと思うんですがやってみますね、残念ながら散りません。残念ながら、電気が回路としてつな、がっていないようですね。でね、この点火コイル、これ開示式とかね、なんかいろいろ習ったんですが、ちょっともよく覚えていません。で、各部チェックしていったんですが、どうも、アース不良じゃないのかな、という結論になりました。電気信号も出ているし、コイルにちゃんと一次電流、これもちゃんと来ている。で、CDI もちゃんと働いているようなので、これキーをね、キーの電源をちゃんとオンオフするように確認していたんですが、 CDI にも、ちゃんと電力は行っているし、信号としてちゃんと電気が出てきているので CDI も問題ないと。で、ここまでちゃんとできているのに、その回路が成立したいしていないっていうのはアースが原因じゃないのかなということになりました。で、センサーがね、なんで反応しているかっていうと、センサーの PP センサーのワニ口を、ボディアースに加えているので、PP センサーをつないだ時にだけ、回路が成立するから PP って言っているんじゃないのかな。で、その証拠に、この緑 の, バイクはね、緑がアース線なんですが、抵抗の後の緑のアース線に PP センサーを当てた時に PP って反応するんですよね。で、これが、ちゃんとアース落ちていればならないのじゃないかということなんですよね。ちょっとバッテリーがない、バッテリーレス車なんで、その辺をこう落ち着いて点検していけないので、ちょっとそのハーネス不良が原因で、電気回路がちゃんと成立していないのじゃないのかなという結論になりました。なので、とりあえずハーネスをとりあえず1本取り寄せて、で、これでちゃんとしているかどうかを確認していこうと思います。今回は、ちょっと歯切れが悪いんですが、アース不良じゃないのかなということで、ハーネスを交換してみようと思います。で、取り寄せにね、ちょっと時間がかかるので、また続き1週間ぐらいにかかるのかな、まあちょっとね、気長に待っていただけると、嬉しいです。
それではご視聴ありがとうございました。また続けてみてください。